us all and make it glow。 うちのお店でも音楽イベントを主催してまして、カルチャーを感じられる、まあ、そういう層が好みではあります、職業は、国産スニーカーブランドブルーオーバーという、まあ、スニーカーブランドをやってるんですけども、その旗艦店のストラクトで店長をしています。東京のクオンというブランドの、まあ、レザージャケットと、あとは、ね、テント生地、軍物のテント生地を解体して作ったパンツを履いてるんですけども、これも同じくクオンさんが作られてるマスクストラップ。靴はあの自社ブランドのブルーオーバーというあの関西の靴工場職人と一緒に作っている、ブランド。中のシャツは1000円ぐらいの T シャツです。でも気に入って着てます。首の詰まり具合結構めちゃめちゃ詰まってないですか。ここを気に入って、はい、着てます。自分が今着てるのはプロクラブというLA の方の昔から多分もう街の人が着てるような安いもので、あとなんかそういう US のラッパーとかがなんか結構着て好んで着てるみたいで、なんかこの首の詰まってる方がクールみたいな風潮があるらしくて、メガネブランドさんのお店がありまして、バディオプティカルという国産のメガネブランドさんのショップで、ハウスさんというお店がすごい素敵なお店だなというので、はい、おすすめです。うちのお店でも音楽イベントを主催してまして、ユパ交流戦という音楽イベントに出演していただいている、まあ、パソコン音楽クラブさんとか、ユイニシオさんというアーティストさんとか、あとインザブルーシャツさんとか、そのあたりを、はい、好んで聴いています。音楽とも一緒かもしれないですけど、まあ、自己表現っていう部分じゃないですかね。好きなアーティストさん の、まあ、バンド T 着るとかもそうだと思うんですけど、自分はこういうものが好きでっていうのを、まあ、洋服を通して表現するというか、こうカルチャーを感じられる、まあ、そういう服装が好みではありますね。